え、マジで。ヤホウマです。ヤホウマ。どうも、ナイツ花の自由時間。今日はあの東洋館今終わりまして、ちょっと時間が空いたんで、もう東洋館から歩いて1分もかかりません、30秒水口食堂です。はい、ここはもう本当に浅草芸人が誰かしら一人は必ずいるというね、とにかくメニューがめちゃくちゃありまして、何食ってもうまいです。もうテレビでも何回か紹介させていただきましたけど、初めてですか？いや僕初めてですよ。噂には聞いてましたけど、はい、全部うまいです。本当ですか？本当大好き。何食べようか迷うぐらい。魚も肉もパスタも全部うまいです。もう本当にいろんな師匠に紹介をしていただいた大好きな店で、お笑い演芸館っていう番組5、6年やってたんですけど、はい、この2階で収録したりしました。ああそうですか、はい、まあじゃあ行ってみましょう。はい、はい、もう何でもあるんですよ。日本一じゃないかな、浅草一です、メニューの数。何でもあります。見てください、お品書き。こんなあるんですよ。こっちもこう、あれぐらいありましたけど。食べたいですか？いや、めちゃめちゃ食べたいです。すっげえ楽しみにしてきました、今日。何がおすすめなんですか？僕初めてで、ちょっとわかんないですけど。いろいろ頼んでみますか？あ、本当ですか？まず定食を決めて、はい、それプラスサラダと小鉢みたいなの頼んでみます。はい、しました。わかりました。例えば僕だったら焼き魚定食にして、はい、ハムエッグとポテトサラダとか、うん、そういうのにしましょうか。お願いします。何にしますか？あとじゃあ僕はフライモノにしても、うん、フライモノね、はい、サンマの定食で、はい、こちら開きですがよろしいですか？ご飯をすごく少なめにしてもらって、はい、ハムエッグ、ポテトサラダ、あとタコぶつ切り、僕はじゃあエビフライ定食のご飯大盛りで。ご飯めちゃくちゃあるよ、大丈夫？普通盛りで丼ぐらいあるんですか？あ、じゃあ普通盛りで、はい、じゃあ待ちましょう。はい、うまそうね。めちゃめちゃ美味しそうっすよ。結構量あるしな。はい、じゃあポテサラ大好きなんで、はい、いただきます。あ、うめえ。いやマジですか、ちょっと僕も食べていいですか？ダメだよ。ダメだよってことだ。まず俺のタコ物を先に食べて。あ、そうですね、わかるよ、食べたいの早く。はい、だけどこういうもんだろ今動画撮ってんの。何して食べようって失礼しました、タコ物を。はい、うめえ、タコ物うめえ。マジですか？うめえ。じゃあ僕もいただいていいですか？いただきます。はい、じゃあすいません、いただきます。でサラダ、あーもううまっ。うまいっしょ。うわ、めっちゃうまくないですかこれ。めっちゃうまいんだよ。堀江が、はい、堀江が腰が悪いのを知ってる？知ってます。腰が悪いからサンダルみたいのを履いた方が腰のためになるって言ってんだけど、やっぱり師匠の前だったらサンダルは履けないですって言ってたのね、ビーチで。ちょっと靴見せてもらっていいですか？こんなやついる？いや、本当ですよ。稽古師匠とか小遊三師匠と会う時にサンダルですから絶対押さえてたよ。いや、そうですね。タコ持ち食べてます。いいですか、いただいて、はい、すいません。どっちなんですか？よし、ちょっと熱いよ。いただきます。いや本当に美味しいでしょ。水口ちょっと本当に美味しくないですか？美味しいんだよ、何でも美味しいの。今度定食来るでしょ、この後米と味噌汁のレベルの高さにびっくりする。こういうのもうまそうだしな。じゃあちょっと待ちましょう。はい、ハムエッグうまそうでしょ。いやこれすごいっすね、黄身がすごい、なんかちょうどいい感じの雰囲気出してます。ちなみに目玉焼きは何派ですか？僕は醤油です。あ、そう、はい、これはねソースなんだよね。あ、そうなんですね。いや本当はウスターソースなんだけど、はい、美味しいよソース。ハムをね、ハムをいただきます。ちょっと黄身、君がこれ、そうですね、君。うわー、美味しそう、美味しそう、いただきます。
え、マジでみんな見てますよ。ヤホウマです。ヤホウマ。ヤホウマって言うんですか、これを。10時間で同じ。ヤホウマ。初めて来ましたけど。はい、来ました。サンマ、開きなんですね、サンマは。わあ、美味しそうでしょ。うわ、めちゃめちゃ美味しそうっすわ。で、ちょっとご飯は、はい、これこの後また舞台もあるんで少なめにしまして、はい、でこれがお味噌汁でございます。味噌汁も美味しいです。うわ、美味しそう。うわ、美味しそうだね。うん、開きをね、ちょっとこの大根おろしと一緒にいただきますよ。いただきます。うまい。うまい。はい。うめえ。味噌汁うめえ。アサリかな？アサリの味噌汁ですか？なんか美味しい。うわ、いい、しみる。僕はあのエビフライ定食を。まあ、そうだな、エビフライ頼ましていただきました。からしをちょっとつけて、からしつけてタルタルで、タルタルね、はい、タルタルもあるのね。タルタルもついてます。はい、いただきます。いただきます。ほら、いいな、音が。まあ、普通盛りのご飯だろ。いいね。めっちゃうまい。めちゃめちゃうまいです、これ。めっちゃうまいんだよ。めっちゃ衣サクサクしてますし、もう身もブリブリっすよ、中。本当だ。米の硬さもちょうど僕好きっすね。そうでしょ。これはでもブランドの硬さ。めちゃくちゃうまいんだよ。米と味噌汁がさ、まずいともうさ、やる気なくしない。めっちゃうまいでしょ。美味しくないですか。やばいんです。水口さん、すごくないですか。すごいです。これすごくないですか。すごいです。マジっすか。じゃあこれも全部食べようね。はい、いただきます。完食でございます。いや、美味しかったです、本当に。お騒がしい。いや、ということで皆さんもね、なんか、まあ、洋食食べたい、和食食べたい、いろいろ迷うことあると思うんですけど、水口食堂さ、何かあります？もうほぼ毎日やってますからね、水口食堂。すごく人気のお店なんですけども、よかったら、サクサクしたら水口食堂に来ていただければと思います。ありがとうございました。